はい、おはようございます。カッパパです。今ね5時27分、はい、焼け岳登山口の前にいます。さすが人気の山ですね。僕もねだいぶ下の方に路中したんですけど、この登山口まで上がってくるのにもう完全に息が切れてます。はい、それではね今日は焼け岳やってみたいと思います。よし、はい、じゃあ行きますか。いや、昨日はねサワンドの足湯の駐車場に、まあ、夜着いて、まあ、そのまま仮眠したんですよ。で寝る前にねやっぱり足湯に浸かったら気持ちいいわね。あのビールがね何の抵抗もなく2本ぐらいスルーッと入っちゃいましたね。一応今日の予定のコースはこの中野湯口から登って、まあ、焼け岳の北方で、そこから焼け岳小屋に降りて、で上高地田代橋の方に降りるというような予定です。今日はね、まあ、2週間ちょっと間が空いちゃったんで体がね重くてね、まあ、それなくとも重いんだけど、立山以来ですね山登りは。あ、朝日が見えてきた。焼け岳はねすごい朝雲がかかってることが多いんで、これからどんどん天気が好転することを祈りつつ、まあ、ゆっくりゆっくり歩いてます。お、天国ゾーンだ。だいぶ明るくなってきたね。ここで一旦下るんだねだいぶ急道の連続だったけど、一旦下って、あ、見えてますね、あそこですね。で上り返しがあるようです。焼け岳が見えてきました。だいぶね登山者もね増えてきて、かなりの団体さんが入ってますね。おお、開けてきた。ダーン、
いやー、やっと見えたね。はい、広場ですね。広場を出て、焼岳北方に向かいます。雲海で御嶽乗鞍。ああ、だいぶね近くはなってきたけど、あと40分ぐらいですかね。噴気のところにね、人がいっぱい見えるね。はい、9時40分、肩に着きました。うお、はい、こちら焼岳の北方ですね。はい、あ、池あった、ちっちゃい。はい、池どっち行ったら止まるぞ。で、こちらね、立ち入り禁止になってる南方ですね。すごいね、なんかスーパーサイヤ人みたいなね。で、あの向こうがね、上高地になりますね。雰囲気がビシビシ上がってるね。さあ、北方行く？北方行こうか。出た、いやっと出たよ。上高地あずさ川ですね。すごい人
係ないですね。それは秘密状態だけど、まあ、山だからね。来た。おっと。うわ、来たよ。トップオブ焼けたっけ。はい、じゃあ今ね11時7分ですね。はい、焼けだけ非常に良かったです。ご飯もね美味しかったしね。でこっからこの下上高地に下ろうと思います。はい、ちょっとね下りなんで普通はカメラ回さないんですけど、まあ上高地のいい風景があればね、まあ、その都度、まあ、今ね、カウママが下っていく道、あのぐーっと下ってって、上高地に降りてきます。山頂の方はね、雲が少しかかっちゃったんですけど、いや今日こけねえで降りてくれたわ。
はい2時36分、焼岳の、登山口に帰ってきました。いや帰りのね垂直のはしごのとこで子供が降りるってんでね、だいぶそこで渋滞になっちゃいまして、まあ、予定より40分ぐらい遅くなっちゃいましたね。はい、ここからは岳沢がよく見えます。今日は、まあ、焼岳を登ってきたということで、まあ朝5時ぐらいから登り始めましてね、まあ行きは急途で、まあ、帰りは乗ったり乗ったり、まあ、怪我しないように降りてきたわけなんですが、天気にも恵まれましていい山登りになりました。今年はね、上高地来るのは、まあ、2月に冬のキャンプ雪中キャンプやってそれ以来2回目なんですけど、もう1回ぐらいね、今年そうですね唐沢あたり行ってみたいなと思ってます。まあそれまで一生懸命ね、まあ、体力を、まあ、維持というか強化しながらやっていきたいと思います。はい、本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございました。カババでした。